はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングです。こんにちは。はい、さあ、今回は西澤くん何を教えてくれるんですか？本日は、シューター講座。あら、やっていきたいなと思います。なるほど、はい。スプラトゥーンにおけるメインの武器、シューターでの動きと。そうですね。やっぱり、はいはいはい、その武器種いろんなスプラトゥーンありますけども、はい、まあシューター使う方多いと思うんで、なるほど。シューターのその基礎的な知識を今回は、うん、動画で教えていこうかなと思います。なるほど。これありがたいですね。はい、じゃあ例えばザップ。はい。例えばザップ。はい。黒ザップと呼ばれる、シューターなんですけども、はい。こちら。まあこうやって弾を撃てばね、うん、敵を倒せると。そうですね、狙ったところに弾がまあ、はい、まっすぐ飛んでいくと。はい、はい、で、まず勘違いしてほしくないのは、おろ、このゲームは敵を倒すルールは一つもありません。おお、なるほど、はい、スプラトゥーンにおいて敵を倒した数を競うっていうルールはないと。一個もない。うんうんうん、縄張りバトル、はい、一番最初に多分皆さんが対戦する、ルールだと思うんですけども、はい、3分間、時間があって、うん、3分きっちり終わった時にどっちがインクを塗ってるかという、うん、塗りをいっぱい残してる方のチームが勝ちというルールなんですね。そうですね、面積を競うゲームですね、はいはい、で公式大会もこのルールを使うんですけども、はい、これってどういうことかというと、まあ塗った方が勝ちなんですよ。なるほど、はい、まあ、倒してなくて、まあ、めちゃくちゃ塗ってた、はい、そっちの方が得点としては高いわけですね。そう、はいはいはい、得点としては高い、うんうん、っていうことは倒さなくていいんですよ、極論。おお、まあ、まあ極論言っちゃうとね、極論言っちゃうと倒さないで、はい、いっぱい塗った方が勝ちなんです。なるほどなるほど。なぜ敵を倒すかというと、はい、敵の塗り時間を奪うんですよ。ああ、はいはいはい、はい、なるほどね、倒してる間は敵が塗れなくなりますよね。そうですね、はいはい、なので、敵を倒すという行為が、まあ、必要になってくると。うん、なるほど、はい、だから、まあ、塗りたいが最初にあって、はい、その邪魔になるから敵を倒す。そうです。もしくは敵に塗らせないように倒す、はい、まあ、ちょっとスプラトゥーンの大元の部分のちょっと話をしてますけど。そうですね、はい、まず意識してほしいのは、まあ、これはもう全武器共通なんですけど、はい、正面を見る。なるほど。お、どういうことだ、正面を見る。こうなりがちなんですよ。あー、なるほどね。塗るときにね、はい、こうなりがちなんですよ。地面を塗らなきゃって気持ちがあるから下向いて塗っちゃうんだよね。下向いて塗っちゃうんだけど、はい、このゲームで一番塗れる、はい、この視線の合わせ方は、うん、こうです。本当にまっすぐ。なるほどね、真横ですね。そう、はい、まっすぐこう塗ると奥まで塗れる。本当だ、はい、はいはい、で、まあ隙間できちゃうんだけど、うんうんうん、まあ武器によっては隙間できなかったりできたり。なるほどね、はい、ちょっとこれ特殊なんだよね。途中にインクがボトボトって落ちるんだよね。そう、その打ってる先の基本的には正面をちゃんと向く。これは何の武器でも一緒。はいはいはい。でこれなぜこれが大事かというと、まあ単純に塗れる量も増えるんですけど、うん、基本的にこう塗って歩くんですよ、このゲーム。うん、塗りながらパカパカパカってね。塗りながらこう前に進むんで、はい、塗らないとね前に進めないんでね。そうですね、うん、塗りながら前に進むんですけど、塗りながら前に進んだ時にパッて目の前に敵ができた時に、はい、この塗りながら、お、敵ってこうできるんですね。ただこうなってると、あ、敵ってなってこうやんなきゃいけないんですよ。そうですね、まず敵を見つけるのもね、遅いし、そう、敵を見つけるのも遅いし、うん、合わせるのも大変なんですよ。はいはいはい、なんでちゃんと正面向くと。なるほどなるほど、はい、これが大事ですね、はい、うん、で、シューター、はい、ここからはシューターの基礎になるんですけども、はい、シューターの基礎、はい、まあ武器によってね倒せる確定数が違います。なるほど、確定数。ザップだと4発、1、2、3、4、はい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 、ね、そうですね、1、2、3、4で倒せます。なるほど。でこれまっすぐ、当てた時のダメージなんです、はい、ああなるほど、真横向いて、はい、はい、曲射っていうのがありまして、このゲーム、はい、曲射、こうやって上に打って落とす。あー、なるほどね。この本当にだから壁の裏とかも打てるように。そう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 、まあ、壁の裏とかも打てる。この目の前に障害物があっても敵を打てるようにできるんですけど、はい、まあこれまっすぐ打つ28でしょ、ダメージ、はい、14。あら、曲射は14ダメージってことは確定数が変わるんですね、これ。あー、だから14だから下手したら7発ぐらい必要なのか。はい、なるほどね。で結構ねこれね、うん、打ち合いしてると出ます、これ。5発になってるみたいな。はいはいはい、4発当てたじゃんみたいな。だちょっと上向いちゃって打ったとか、うん、ちょっと低い位置にいる相手を打った時とかになったりするのか。そう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 、なっちゃうから、うん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 、基本的にはちゃんとこの敵をまっすぐ見て打てるように、うんうんうん、そうですね、はい、なるほどなるほど。で他のゲームとかだと、うん、そのヘッドショット判定、はい、頭打ったらそのダメージが高いみたいな、うん、ありますよ、はい、他のシューティングゲームだと結構あるんですけど、はい、このスプラトゥーンに関してはないです。はい、どこに当ててもダメージ、ダメージ、はい、一律なので、はい、この真ん中をね狙ってあげるのがいいです。
なるほどね、はい、はいはいはい、相手のもう真ん中、うん、まあ要するに上にちょっとずれても下にちょっとずれても当たるように、そう、当たるようになるべくこのキャラクターの真ん中を打つようにしましょう。おー、なるほどなるほど。これ右利きしかないんですよ、スプラトゥーンって。あー、このイカちゃんタコちゃんたちは右手に銃を持って右で構えてるんですね。はい、右で構えてます。はい、なのでこうやってもね弾届かないんです。あのこの右、わかる、右に壁がある状態。はいはい、じゃキャラクターのど真ん中は空いてるんだけど、はい、ちょい右にあるとこうやって当たっちゃうわけだね。そう、当たっちゃう。でもこれ逆だと、はい、あ、これ左だと弾出るんですよ、これ。はいはい、まあ、本当に右手に持ってるから、ね、右手に持ってるから、これ、うん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 、で結構これ使うので、打ち合いの時に。なるほどなるほど。右の、左に壁がある状態の方が強いと思ってください、はい、基本的には、はいはい、なんだ、左回りに敵を見る方が打ちやすいんだね。そう、はい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 、こういう風にね。逆にやってしまうと、さっきみたいにいや、見えてるのに当てられないみたいなことが起きると、はい、起きる。あ、だからこれは覚えておいてほしい。はい、で、うん、このスプラマニューバー、はい、スプラマニューバー、スライドできるね、はい、これは両手銃なんですよ。ああ、本当だ、両利き銃ですね、はい、この真ん中、画面真ん中見てください。はい、レティクルが2つあります。あ、本当だ、この的がね、はい、はい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 、これね、右左右左って打つんですよ。ああ、だからトトトトトトトって打つんですね、はい、本当に、はい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 、なるほどなるほど。なんでこのこっちだけしか合ってないと右の弾しか当たらないし。ああ、本当だ、結構細かくちゃんとそうしてるんですね。そう、だからこのまあ乳首、いや、どういうこと、これ乳首合わせてんの、これ今、これ乳首合わせてる、違うでしょ多分。ちゃんとこのキャラクターに対して乳首のある位置にちゃんとこの2つのレティクルを合わせれるようになるとあのいい。イカとタコに乳首ないのよ、あと分かんないでしょ、イカとタコの乳首にないんだって、そんなないだろ、そういうお吸い物合わせれるようにしてくださいっていうのと、マニューバーと、はい、デュアルスイーパー、はい、ケルビン、はい、そういう系のこの両手銃のシリーズは、はい、スパッタリクワット、はい、射撃中に B と方向キーを入れることで、うん、スライドというこのクルンって回る、うん、動作ができます。はい、2からありますね、はい、これね、このゲームやったことない人でも、うん、これ見たら分かると思 う絶対これ打ち合い強いでしょ。あー、まあ確かにね、この転がって、しかも連射力バー上がってても避けてみたいな感じだもんね。そう、はいはいはい、さっき使ってたザップ、例えばこのね、イカの風船がザップだとしてさ、はい、打ち合いになった時にさ、うん、こんなんやられたらさ、ええってなっちゃうね。そう、こっちはね、うん、このね、はい、スライド系統の武器は打ち合いが強いです。あ、単純にやっぱもうこれは見た目通り強いと、はい、はい、で、これの最大の特徴がスライドした時の、はい、左利きになります。あれ、本当だ。あ、これ一応ね、こう見た目だと両手の銃をこうなんか同じ場所に打ってる感じなんだけど、はい、実はこれ左側で寄ってる、ね、左側で打ってるんですよ、これ。はあ、なんで、なるほど、左が強いんです、こっちは。あ、スライドから出た時はすげえ特殊。そう、特殊なんです。これだけね、スライド武器の人は覚えておいてほしいです。これ右に転がったら右とかじゃないんだ。じゃないです、常に転がった時は本当だ。はい、なんでこっちで転がるとぶつかっちゃうの、こう。本当だ、本当だ。うん、うん、こっちでこうやって転がると、はい、この隙間からもね、隙間からも打てると。なるほど、これは覚えておいて損ないですね。あ、このゲーム、弾速というものがあります。弾速、弾の速さですね。ああ、弾がね、その落ちるとこまでですよね、距離はあるのは知ってるけども、はい、なるほど。打った瞬間にダメージ入んないんですよ、打って弾が届いて。ああ、ちょっとね、この分かりづらいかもしれないけど、ちゃんと球がピューンって飛んでって当たってるっていうね。そうです、ピューンって飛んでって当たってるんです。押した瞬間にダメージが入るわけじゃないよね、はい、でチャージャー系統は弾速が速くて、はい、もう打った瞬間にそこに敵がいたら、はい、パーンって敵を倒すことができるんですけども、はいはいはい、このシューター系は弾速というものがあるので、はい、いるところに打っても当たんないっていうね。あ、これスローにすると分かるんですけど、このレティクルがあった時ってこの赤くなるんですけど、中央が、うん、はい、当たりますよって、ね、はい、なるんだけどね、ほら、うんうんうん、赤くなってても当たんないんだよね。だからまあ要するにちょっと遅いから、さっきいたところに打っちゃったんだよね。そう、さっきいたところに打っちゃってるんだよね。はい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 、なのでこの動いてる敵に対しては、はい、わかる、レティクル合ってないけど弾当たってんだよね。はい、ちょっと先を打ってるわけだ。そう、先を打ってる。ああ、ほんとだ、一回も今赤くならなかったのに、はい、当たったね。おお、はい、なるほ ど。これ偏差打ちっていうんですけど、はい、偏差打ち、はい、はい、動いてる敵に対してはその動いてる先を打ってあげる。なるほどなるほど、うん、うん、
要するにちょっと遅れて当たることを加味しながら打たなきゃいけないね。ちょっと難しいけども、これがね最初ちょっと難しいと思いますけども、あ、これ偏差打ちというものなので、はい、なんか当たんないなっていう時はこうなってる可能性がある、はい、うん、まあ、このシューターね、まあ、こうやって打ち合いになると思うんだけど、はい、歩き打ちという、はい、こうやって歩きながら打つっていうのも、結構打ち合いで強い、打ち方になります。なるほど、はい、歩き打ち、はい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 、確かにこうやって敵と会った時にね歩きながら打つけど、あ、このゲームは歩きながら打ってもブレとか変わんないんだね。ブレはほとんど変わんないですね。ジャンプするとブレます。あ、なるほど、ほんとだ。このリティクルの周りのねこれカッコみたいなやつが広がってる分そんだけブレる可能性あるっていうね。そうです、そうです。このなんていうのかな、このクラッシュギアのこうなんかあれみたいな。いや、クラッシュギアを絶対わからんて。タミヤの、あ、ごめんごめん、ベイブレードのあの、いや、ベイブレードはまだわかるかもしれないけど、ベイブレードのあのなんかいいよ別にステージの部分ね。いやいや、周りのあの出っ張りね出てかないためにわかるか、そんなもん。これ今ねジャンプすると広くなるんですよ、ほらね、なるほどね、うん、ジャンプするとそんだけ外側までブレちゃう可能性があるよ、はい、ね、そうです、はい、のが見えると。なので、はい、こうほら、あ、本当だ、狙ってても当たんないことが多々あると。なので、はい、本当に近距離の時はこうやって、あ、もうブレる前にね、そう、うん、まあブレても別にこの銃口を突きつけてれば、うん、ブレとか関係ないんで、はい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 、本当に近距離の時とかはこうやってジャンプするんですけど、うん、基本的にはジャンプしないで、うん、できるだけ、ね、打ち合いした方が強いです。なるほど。この風船が、うん、ザップを持ってたとします。はい、同じ武器ね、はい、お互い当たんないです。はい、届いてないね。はい、届いてないです。ジャンプすると若干距離伸びます。ああ、だから放物線描いてるからちょっとこう、はい、落ちるまでに当たるんだ。そう、当たるんで、はい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 、本当にこのどっちも当たんないギリギリの距離で、うん、こう打ち合いになった時にこうやってジャンプしたりはするんですけど。ああ、なるほどね。当たるよりもその距離を稼ぐためにジャンプってことね、はい、なるほど。基本は歩いてちゃんと当たりやすいように打つと。そうです。なんですけども、はい、ジャンプしてもブレない武器もあるんです。ブレがない武器、はい、ブレがない武器もあるので、はいはいはい、その辺はこう自分で使うシューター持ってみて、うん、ジャンプした時にこうやってブレるのかどうかっていうのは確認してみてください。なるほどね。外側の枠がこうでかくなるのはブレてる、はい、変わんないやつもある。なるほどなるほど。じゃあもう一つ、お、置き打ちについて。置き打ち、はい、はい、なんですか置き打ち。置き打ち何だと思います？まあ置き配みたいなことでしょ。だから置き配、打っといてくれるってことでしょ。宅急便来たけど置き配さ、いなかったら、はいはいはい、あの玄関前に置いといてくれってね。あれね、雨の日にやられると困るんですよ。じゃないのよ、違うんですか。違います、はい、置き打ちというのは、はい、まあ、単純に、まあ、その名の通り、こう弾を置いとく。あ、打つ、なるほどね。その射撃を置いておく。置いておく、はいはいはい、これがすごく重要で。おろ、何が重要かというと、はい、敵がここにいるとするじゃん。はい、裏側にいました。で、あ、裏にいるなって分かってる時に、はい、敵が出てくるのってこの上か左か右、はい、どれかですね、まあ、このどれか、はい、出てこないなら下がる後ろに、うんうんうん、っていうタクになると思うんですけど、はい、じゃあ右から出てくるなって思った時に、はい、こうやって弾置いとく。ああ、なるほど。すると敵からしたら置かれてるところにこう出てくるんで、はいはいはい、結構すぐ倒せる。なるほどね、うん、もうまず出てきた時点で1、2旗当たっちゃうし、そう、足元は塗られちゃってるから、うん、めちゃくちゃ有利な打ち合いが始まる。始まる、はいはいはい、はい、上もそう。なるほどね。これもね、やったら分かるんだけど、こっから出てこようとしてくる敵に対して、うん、こう置き打ちしてると、うん、もう即やられる。ああ、なるほどね。上がった瞬間にバーンってやられるから、うん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 、確かに先に打っておけばね、相手が出てきたら逃げればいいし、うん、で相手がちゃんとここに当たってしまったなら倒しちゃえと、はい、ああ、いいじゃないですか。強いですね、その技術。これはね、すごくその上手い人でも、うん、あのいっぱい試合見れば分かると思うんですけど、うんうん、すごく使う技術なので、お、まあ、ちょっとね意識してみてもいいかなと思います。なるほど、はい、はい、ってな感じで、はい、まあ、大体のことは説明したかなと思います。おー、シューターのね、まあ、その初心者向けなかなり初期のことから、はい、ちょっとお得な情報まで、お得な情報も入ってたんじゃないかな、はい、教えていただきましたけども、はい、とりあえずこれを押さえておけばシューターで戦うときにね、うん、あの迷うことが少なくなると、はい、なるほどなるほど。やっぱりおすすめ武器はシューターなんですか？まあ、最初はシューターがやっぱいいと思うよ。塗れるし、うん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 、このゲームってね、塗るの楽しいんで。そうだね、はい、いっぱい塗れる、うん、
シューターは結構おすすめですね。はいはいはい、なるほどなるほど。やっぱりまあ最初シューター、まあ、基本であるシューターで、うん、スプラトゥーンの楽しさをね、なんとなく覚えて、でシューターを元に、あれこの武器ってローラーってこんな違うじゃんとか、そうですね、チャージャーってこんな違いがあるんだ、うん、っていうのを楽しめると、うん、まあ見た目で選んでもいいんだけどね。まあまあね、確かに好きな武器でいいと思います、うん、まあでも最初やるときはいろんな武器使ってみていいと思う、うん、あ、なるほど、うん、いろんな武器使って自分に合うのを探すのもいいし、こんなんあるんだっての知れるしね、うん、その時のシューター系、まあ、シューターって言ったら結構広いもんね。そうだね、いろんなシューターが入るから今のはね割と短めのシューターになるんですけど、でも基本的には、敵を倒す能力が高ければ高くなるほど、うん、瞬間的な塗りは出せなくなる設計にはなってます。あ、だ塗りとあの攻撃力でこう比例反比例する、ね、はい、まあ一部例外ありなんですけど、なるほどなるほど、はい、塗りも強くて、はい、敵も倒せちゃう武器が、まあ、あるのはあるんですけど、はい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 、まあ、基本的にはそうなってるので、うんうん、自分が塗りたいのか、うん、敵を倒したいのか、うん、まあ、そこでもこう決めてみてもいいかもしれない武器を。なるほどね、うん、そういう好みを見つけつつ、このシューターの基礎を、元にシューター使ってみれば楽しめると。はい、なるほど、ありがとうございます。まあね、西田君もいろんな武器を使って楽しんでるので、はい、まあ、まあちょこちょこ多分この武器面白いなとかっていう話をしていただくと思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またね。チャンネル登録お願いします。